関西医科大学学生部長の西山でございます。これからキャンパスライフについてのご説明をさせていただきます。それでは具体的にスライドを用いましてご説明させていただきます。これが本日お話しする内容でございます。最初に本学へのアクセスでございます。本学は京阪線に沿って諸施設が配置されております。まず枚方市でございます。枚方市は、京都と大阪のちょうど中間の位置にありまして、アクセスとして非常に良いという地の利を得た場所でございます。でこの枚方市駅には本学の医学部とそれから附属病院看護学部と、さらに簡易タワーがございます。でこれは少し大阪寄りになりますが、滝井駅前にあります関西医科大学総合医療センターでございます。でこれは大阪市内に入りまして天満橋駅にあります関西医科大学天満橋総合クリニックでございます。これは滝井駅と枚方市駅の間にあります郡園駅の前にあります郡病院でございます。これは枚方市駅よりも京都側にあります葛葉駅にあります葛葉病院でございます。次に枚方学舎と枚方キャンパスについてご説明させていただきます。まず向かって右より医学部棟、附属病院、看護学部棟、さらに簡易タワーがございます。この簡易タワーでございますが、中に国際化推進センター、留学生の宿泊施設、附属病院への病客のその病客のご家族の宿泊施設が入っております。これは医学部棟でございます。片野講堂でございますが、これは医学部棟の1階から地下にかけてある席数300の大講堂でございます。これは本学の重要な会に使う講堂でございます。でこの片野講堂でございますが、座席を収納することができ、体育館として使用することができます。これは医学部棟の、講義風景でございます。これは医学部棟を3階にございます。シミュレーションセンターでございます。この方を中心に、まずお話を進めていきたいと思います。でこの方は、ちょうど消化管内視鏡検査をシミュレーション実習しているところです。でまたこの部屋にはこのように救命救急措置を勉強するシミュレーションモデル、さらに高度の医療機器をシミュレーションしたもの、そういうものが配置されております。これが医学部と3階にあります付属図書館でございます。少し奥の方に注目してみましょう。図書館の奥にはこのような自習スペースがございます。本学の図書館ですが、このようにバッグやペットボトルなどの持ち込みは可能となっております。しかしながら、本学このように学生全員に対して個人ロッカーが完備されております。またこれは自習室でございます。でこのように自習スペースも
確保され、快適な学習環境が形成されていると考えております。これは学生食堂全景でございます。でこの学生食堂ですが、このように医学部棟と付属病院、その間に注目してください。ちょうどこの通路を使いまして、付属病院のドクターや看護師、職員などが、この学生食堂を使って、昼食をすることになります。このように、非常に混み合った状態で、この学生食堂が使われておりますが、実は今現在コロナの影響がございますので、このように座席を間引いて、さらにアクリル板を使用し、コロナの対策を行っております。これは同じように3階にあります歴史資料室です。この歴史資料室を一周回りますと、本学の歴史が一望できるというふうになっております。でこれは、カフェテリア本学医学棟4階にございます。でさらに奥には屋上庭園に通じるドアがございます。でこれは医学棟1階にありますオープンラウンジでございます。ここには教務課、学生課の受付窓口が一体化し存在し、ここで学生は申請、もしくは書類ですね、書類の提出を、ここで行うことができます。同じように医学部棟1階には、学生健康管理室と、それから学生相談室がございます。この健康管理室でございますが、看護師が常駐しておりまして、学生の健康管理を毎日しております。でさらに、学生相談室ですが、ここには臨床心理士の先生が、おられます。そこで、いわゆるメンタルケアを行っていただいております。我々関西大といたしましては、優秀な皆様が本学に入学することを切に願っております。